うわぁ、子猫ちゃんありがとう。子猫ちゃん、毎度の、毎度の、子猫ちゃん、500、ただ迷子、子猫の迷子。ふぅ、よっしゃ。あのさ、伊藤優奈のさ、心が、めてなくて、眠れない、夜も、あった。あ、子猫ちゃんありがとう。子猫ちゃん、迷子の迷子の子猫ちゃん、豚と一緒に踊りましょう。ブッ、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 ありがとう、茶爆500。ちゃんちゃーん。まったくないね。ブラメイ、あれですね。あれ、ブラメイ、いっぱい頑張ってるんですけど、あ、お茶爆、ありがとうございます。お茶爆の歌を歌います。ブラメイの歌です。みんなから集めたお金、大好き。みたいな。あれなんだろう、やっぱり女同士の焼き餅だよ。ここはもう9割女性の園だからね。女同士はあるんで、そういうの。ね。表では、ね。なんとかちゃん。今日も元気だねってね。あら、美容室行ったの？素敵な髪ね。うん、色合ってるよってね。綺麗だよってね。すごいお似合いよって言いながら、裏ではなんだよあいつ、みたいな。ねえ、あんな安い美容室行ってんの？みたいな。あそこ下手くそじゃねえ？みたいな。こんな感じだろ？ねえ。あれで1万5千円かかってるの？って。いや、美容室変えた方がいいよねって。似合ってねえし、みたいな。怖すぎるでしょ。で、飲み会とかもそうでね、ね、なんとかちゃんってね、誰がタイプなのとか言って、って、たくやくんみたいな。いや、私はたくやくんとかタイプじゃないし、って。いや、行きなよってね、まゆみちゃんってね。私、たくやくんはタイプじゃないから、まゆみちゃんよーみたいに言いながら戻ってきたな。ね、たくやくんみたいな。ね。たくやくーん、みたいな。ちょっと LINE 交換しないみたいな、そんな。あるでしょ。わかんないよ。私はそういうことしないもん。はっきり言うもんだって。腐るほどな。わかるもん。あと、その人がいないときにすごいよね。なんとかちゃんはこうだからってね。やめといた方がいいよ、とか言うじゃん。ね、まゆみちゃんがいないときに、まゆみちゃんはさーってね、ちょっと好きな人いるし、みたいなね、アプローチしても、そんなにね、効果ないっていうか、みたいな。やめといた方がいいよ、みたいな。経験済みじゃない。ママ友でもそうだよ。ママ友もすごいからね。ねえ。いやーって、あら、鈴木さんってね。あら、オタクの旦那、最近すごいですね、昇進ですかーって。あら、部長さんになったの。あら、おめでとう会しないとね、みんなで、とか言いながらね。家では、ねーって、家ではね。あそこの会社ってさ、あれだよね、みたいな。あそこの会社ってさ、あれ、労働基準法守ってねえよな、みたいなさ。ね。大した給料もらってないのにとかさ、そういうの話してるの。ね、仕事マウントね。いや、昭和じゃないから本当にあるんだそれね。そんな感じっすよ。ちょっとやだ、もうパンツがずれてきちゃう。やっぱあれベルトが必要だわ。もう大変これ、もう後ろやっぱさ、折り曲げた方がいいのかな、これどうやって、これ入れちゃうか、逆にワンちゃん、そうすれば引っかかんじゃない、こういう感じでね、ほら
これだったらずれてこないかも。やだ、またずり下がってきちゃった。もう助けて。ほら、歩くたびにずる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 。もうこれ出ちゃう。こんにちは。こんにちは。元気？元気。今日ね、お散歩行ってくるよ。今日お散歩行ってくるよ。ご飯食べた？ご飯食べた。どっち？これ彼氏彼女？どっちでもない。とりあえず。ピーちゃんね、ピーちゃん。よいしょよいしょよいしょ、それおいしょ、オッケー。今私最近綺麗になったんじゃない？ほんと女っぽくなったでしょ、ポルポンのおかげで。服装も気をつけて、髪もねセットしちゃって、体重も2キロマイナス。どう？やっぱり幸せホルモンが出てんじゃない？もうアイコス置いてきちゃった。もうどうしよう。もう余計なことガチャガチャ言うかな。ほらまたアイコス置いてきちゃったじゃん。もう嫌なんだけど、今吸いたいの持ってきてないよね。ほらまた買うしかないな。もうちょっとタクシーもうやだ。あ、もうここでタクシー呼んじゃう。ここでバス停で呼んじゃうわ。本当にもう、もう早く行きたい。タバコ吸いたいもん、早く。ここはどこなの？100円だって安。当たり付き。久しぶり、当てようぜ。燃えてきた急に。さあ100円入れたよ。そうかもね、そうかもね、ついてるよ。00001。なんか悔しいな、もう一回やろうかな。ちょっともったいないけど、ちょっと待ってね。ちょっとギャンブラー、あ、これ100円だな。ちょっとギャンブラー、2回でやめる、2回でね。2回でやめる。だって当てたいじゃん、なんか出そうな感じすんだよ、次。絶対。私が出そうっていう時は出るでしょ。ね、スクラッチ2回当ててんじゃん、私5万円。出そうな時って。じゃ、マジで。これ多分160分の1ぐらいの確率なんだよ。この自販機ってね、設定変えられんだけど、だいたい160分の1当たり。ね？1本だけ。カモ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 カマカマカママママ。もう家帰りたい。あ、いた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 、かわいい。いたー。あー、親子だ。わー、すごい遊んでる。ちっちゃ。めっちゃ 1,2,3,4,5,6,7,8匹いる、ちゃんと。できるよ。ほら、みんなで遊んでる。なんかこう1でしょ。2,3,4,5,6,7,8匹いるよね、ちゃんとね。これがお母さんかな。いるよね。
はい、写真撮れた。近づいてきた。ギリギリ近づいて。いただきまーす。チリサラダセット。で、ここにさらに、このチキンをね、トッピングするんでね、ちょっと今ダイエット中なんで、で、混ぜ混ぜしてあげてね。こう。多分もうぐちゃぐちゃにするんだね、これね。こういう風に。ぐちゃぐちゃぐちゃっと。いただきまーす。いただきまーす。うん。ドンタコスみたいな味する。美味しい。これだったら飽きないね。いっぱい入ってるし、豆とか。これはダイエットメニューになるかもね。これダイエットメニューでしょ、これ。お弁当1個食べれる、こっち食べた方がいいし、全然。サラダも取れるし。セブンイレブン、550円。ん？あとは、あれを買ったんでね。ゆで卵。そんなに太って見えないですよね。ね。食べたい。昨日のうどんとかね。うん。昨日のうどんは絶対食べたくないよね、あれ。ね。排水口の中にね、ジョボンって落ちちゃったの。あれだよ、私、録画で自分で見返してないなと思ったよね、あれ。あ、来た来た、来た。ほら。来た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 。みんな写真とか撮ってんね。トップニュースなの、この辺でね。一番。最近で言うとね。平和でしょ？でもね、事件とか事故ないんだよね。私引っ越してきてからないね。あんまりそういう大きい事件とか。今コロナだからみんな外とか出たがんないからだろうね。多分、事件とか事故も減ってんじゃないの？ワンちゃん。うん。これは今、チリサラダ。メキシカンチリサラダ。チキンサラダ。なんかだんだん飽きてきた。粉チーズとか欲しいって感じ。なんか単調なんだよね、味がね。チリの味って飽きない。はい。どこに？あっちにもカモがいるの？どこ？あ、色でわかるの？あれはな、何？あ、ちょっと茶色なんだ。見て、あー、いたいたいた。あれもカモなんだ。色でわかんなくて。動物好きなんですね。でもなんでここにカモがいるんだろう。うん。あ、それを放し飼いにしてんだ。区民館で飼ってたんだって。ね。リスナーさんガイドで本当にガイドコーナーでね。ちょっとね、近くまで来てほしいんだけどね。今あっちの沼地みたいなとこにいるからね。こっちまで来ないかな。もうちょっと待ってみる。ドアップで。ね、泥に足を突っ込んだ。今20人
15人ぐらいいるけど、あん中の2人ぐらいはちょっとね、どん底に落ちるっていうかね。格差社会よ、格差社会。一人ぐらいはグレそうだよ、男の子ね。ん、ふわっち配信者なの、コマイくんみたいなんで、コマイくんみたいな。何人乗りのベビーカーで、1、2、3、4、7人、後ろは3個で、後ろも2個かな、1、2、3、4、5、6個かな、6人乗り。最近ああいうタイプ多いよね。あとね、箱みたいのがあんね、こういうホテルのシーツとかを回収するような箱みたいな、こういうガラガラみたいなのかね。いろんな種類が、あ、やだ、あ、落ちた。大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。あら、ありがとうございます。あ、やだ、また落ちた。ごめんなさい、手元がね、なんかね、最近緩いんだよ。握力がないっていうかね、なんか握れないっていうの、握ってんだけど緩いんだよ。だからよく私物を落とすでしょ、ポロンって。握ってんだけど緩いんだよ。もう飽きちゃった、これゆで卵食べようかな、もうこのお腹いっぱい、お腹いっぱいなんだけど。ゆで卵は別腹だけどね。あ、ツルツルになった。どれ、これとろっとゆで卵、新作だね。全然黄身が出てこない。なんかそこまで言うほどとろっとしてないね。塩味だったら、味付き卵の方がいいや。こんなにとろっとしてないよね。これ外れなの、当たりとか外れあんの。あ、固まっちゃってんな。あー、もうダイエットだね。で、今日はこれ朝ごはんでしょ。で、昼なしの夕方ぐらいにまた、そうめんだね。もう追い込みかけんで、今週で。今週で5キロ痩せるんだよ。先週に引き続き、だから3キロ今週は痩せる。私こっちに行ってみようかな。あ、わっ、ちょっと待って。ここ違うんだね。違います。沼だったね。そう、沼なんですよ。あれやだ。どうしよう。待ってください。大丈夫ですか？草むらじゃなかった。ちょっと待って、助けてください。ちょっとすいません。洗ってみましょうか。ここで洗うんで大丈夫です。飲み口だから後でお掃除してね。はい。それかすぐそこにお手洗いがあるんで。いやーな、これ新品の靴なのに。あ、でも取れるね。大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。ただちょっと、浅いんで。浅い。これカピカピになると取れなくて。なんだ、あそこ陸じゃなかったのに、思いっきり泥の。はい、あ、と思って、ちょっと言うの遅かったです。泥だったんですね、あれね。子供が間違ってそこにはまってる。ね、はまっちゃうよね、あの深さだったら。だよね。下のね、蛇口がないんだよ、ここ。OK。はぁ、あ。で、反対側。あ、
あー綺麗になった。よし、ね、ここを掃除するからね。はい、大丈夫ですね。ここね、はい、で除菌タオルね、やったけど、はい、すいません、1枚もらえました。全然いいですよ。消臭アルコールをね、どうぞ。もうね、大丈夫だよね、はい、よかった。あーびっくりした。私が埋まった場所、痕跡を残しましたよ。あ、来た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 、ちょうど見て見て、来た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 、ほら、めっちゃ来た。ちょうど集まってきたよ。ピー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 鳴いてるね。ピー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 、めっちゃ近い。ピー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 ってる。ピー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 、あ、餌あげてる、ほら餌。お母さんが一番食べてんじゃん。で、お母さん結構食いしん坊ね。9匹はいるね。1、2、3、4、5、6。あ、9匹いるね。歩いてる歩いてる。男歩いてる。みんな上陸してほら。わあ、かわいい、早。意外と歩くの早いね。あそこにお父さんいるのかな。どっち行った、どっち行った。あ、いた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 。いたいた、みんな来た。こっち側に移動したんだね。